最近気になる耳寄りな情報をお届けする耳寄りのコーナーです。さあ今夜は十五夜、そして間もなくお彼岸がやってきます、うん、そんな時に皆さん和菓子食べたくないですか？高なるよね。そうなんですよね、うん、そこで今日はギフトにもぴったり、思わずにっこり笑顔になれる可愛い和菓子を紹介します。その和菓子があるのが宮崎市 JR 清武駅のすぐそばにある甘所はなんです。うん、いらっしゃいませ。ひょっこり顔を出してくれたのは店主の日高直子さん。趣味のおはぎ作りが高じて2年前におはぎを中心とした和菓子屋を開きました。日高さんが作るおはぎがこちら。おはぎをいろんな種類を食べていただきたいっていうのがあって、一つ一つを小さくしていろんな種類を選んでもらえるようにしてあります。季節によって変わりますけれども、最低でも8種類は置いてあります。うん、この見た目のバリエーションも多くて何にしようか迷っちゃいますよね。何味だろう。ということで、ここでお店おすすめの3つをご紹介。まずはくるみです。白あんにくるみを混ぜて、くるみあんというそれを使ったおはぎになります。ナッツがお好きな方はおすすめな。で、粒あんのおはぎとはまた違って白あんのおはぎなので、いつもとちょっと違った感じのおはぎになると思います。続いてはみたらしの語源を名前にしたおみた。青島のお醤油ときび砂糖を使って作ったみたらしをかけてやるおはぎになります。おはぎの感じもありつつ、まあ、みたらしの味も味わえる感じになってます。最後は見た目が華やかなごまです。三股町のごま農家さんから仕入れた美味しいごまを使わせてもらってます。金ごまっていうごまと黒ごまを2つ使って作ってあります。ごま自体がプチプチした感じのごまなので、すごくごまの風味が感じられる商品になってます。日高さんのこだわりはなるべく宮崎の食材を使い手作りするということ。要となるあんこも豆から毎日炊いているんです。美味しく食べてもらいたいという気持ちを込めて一つ一つ手包みしていますよ。愛情が伝わってきますよね。本当にいいサイズ感ですね。さらにおはぎだけでなく力を入れている和菓子があるんです。何だろう。それがこちら、アンフラワーっていうお花のお菓子です。白あんを着色して絞り袋でお花の形を作っていくっていうのがアンフラワー。アンフラワーは白あんで作る韓国発祥のお菓子。見た目も可愛いですよね。可愛い。この可愛さから日高さんもお店のメニューに加えたいと宮崎市内のお菓子教室で学んだそうです。本当にこの細やかな作業なんですよ。繊細ですね。お店ではおはぎの上に乗せたり、卵や米粉、白あんで作った浮島というカップケーキの上に季節の花を描いたアンフラワーを乗せているんです。今月はコスモス。グルテンフリーで、まあ、小麦アレルギーの方とかにも対応できるかなと思います。種類的にはそこまで多くはないんですけど、ただ皆さんやっぱりバラとかがお好きなので、それバラは結構たくさん作ったかもしれないですね。もちろんおはぎも季節の食材を使った限定メニューを出しているそうです。このような商品のアイデアはどこから生まれるんでしょうか。本を見たり雑誌を見たり、あといろんな SNS とかでも参考にはしたり、あとはパン屋さんに行ったり、こうお菓子屋さんに行ったり、なんかこれおはぎでにできそうだなっていうのを参考にしてます。購入されるお客様が結構割と自分用よりかは
プレゼントだったりとか差し入れだったりとかそういう用途で買われるお客様が多いのでそういうのにこう選んでもらえるような皆さんに可愛がってもらえるようなお店になればいいなと思います。なんかこうドレスアップしたようなおはぎですよね。サイズ感もいいですし、本当気持ちを込めて一個一個丁寧に作られてるんだなっていうのが、ね、いいですね。粒あん、こしあんだけじゃないんですね、おはぎっていろんな味があってびっくりしました、ね、皆さんもきっとこのお味食べたいなと思うんですが、みたらしのお見た、ね、食べたい、ね、このビルビル気になりますよね。今日はですね、ちょっとお店が定期ということでやはりこうおはぎこの和菓子は賞味期限が当日ですので、うん、お店に直接行っていただいて、はい、美味しいおはぎ食べてみてください、まあね、視聴者にとっては私たちが食べるのってどうでもいいですから ね, ね皆さん行ってみてください、はい、そして秋には芋や栗、かぼちゃを使いまして大学芋風、スイートポテト風、モンブラン、スパイスが入ったパンプキンのおはぎを作る予定だということです。気になりますよね。季節で楽しめるんですね。そうなんですよ。アンフラワーも来月はコスモスとハロウィンを掛け合わせたものを作りたいということで、何度行ってもその時にしか出会えない、うんうん、美味しい和菓子、可愛い和菓子に出会えるという楽しみもありますよね。なんかもう手土産にしたいですね。はい、もう絶対喜ばれると思いますね。差し入れも、はい、皆さんもぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。耳寄りのコーナーでした。